ラトガース大学、ラトガース大学、ラトガーズ、R、トン RZ、The State University of New Jersey もしくはラトガーズ、ユニバーシティは、アメリカ合衆国先海岸ニュージャージー州の州立、総合研究大学。1766年11月10日創立であり、アメリカ植民地時代に創設された全米で8番目に、古い歴史を持つ、名門大学である。 全米の州立大学のうち IB リーグと同室の教育を受けられるパブリック IB の一行に数えられており、主要世界大学ランキングでも常に上位にランクされている。15世紀末、コロンブスがアメリカ大陸に到着してから16世紀にはスペインとフランスが17世紀にはイギリスとオランダがアメリカへの植民を開始し、コロニーが広がっていくが、それとともに 牧師の不足が深刻化する。当時、牧師になるためには、ヨーロッパの限られた神学校で教育を受け資格を得なければならなかったが、コロニーの人々はアメリカにも、牧師を養成し資格を定めできる学校を作ろうとした。そして、合衆国独立以前の七百六十六年に、英国王の特許で、コロニー大学としての認可を受けた旧校が、コロンビア、ハーバード、イエール、 プリンストン、ウィリアム・アンド・マリー、ペンシルバニア、ブラウン、ダートマス、そしてラトガース大学だった。いずれも当時は、プロテスタント会派の人々が、学校の設立と運営を、演した。1766年、ラトガースはオランダから植民してきた、オランダ改革派協会の人々の支援で設立され、当時のイギリス国王ジョージ三世の王妃であった、シャーロット王妃を称え、 クイーンズカレッジという名称で設立されたが、後に経営危機に陥った時に、特殊化、ラトガーズの援助を受けて再建。1825年に、ラトガーズ大学と改名する。1858年、安政5年に、日米修好通商条約が調印されると、アメリカのプロテスタント核派、特に米国の、成功会、長老協会、 オランダ改革派の三派が一斉に日本に宣教師を派遣した。オランダ改革派に属していたのが、明治維新後の日本の近代化に大いに貢献したブラウンズ、サミュエル・ロビンス・ブラウン、1810から1880、シモンズ、ズワンネ・ネビー・シモンズ、1834から1889、フルベッキである。フルベッキは、明治政府の顧問となり、 多くの留学生を圧戦するが必然的に自らの教派の学校であるラトガーズ大学に多くを留学させることになる。幕末から明治18年までにラトガーズ大学や付属のグラマースクールで学んだ日本人学生は300人以上いた。その中には明治新政府の要人になる人材も多数含まれた。まず、フルベッキがアメリカに送った最初の日本人が 幕府の海外渡航海禁前の慶応二年、1866年に、ラトガーズに留学した、横井昌蘭の甥いの横井太平と、横井佐平太だった。その他、福井藩主の草壁太郎、岩倉智美の息子の岩倉智貞、苦行兄弟、勝海舟の息子の勝ちそ最後の上田藩主の松平忠則とその異母帝、松平忠し 松方コレクションで有名な松方孝次郎らもラガーズに留学していた。また、ラトガーズからは、ウィリアム・グリフィスや、エドワード・ウォーレン・クラークなど日本に教師を派遣し、日本の近代化に大きな貢献をした。初代中日講師、ハリスの後任として、リンカーン大統領が任命したのも、ラトガーズ大学出身のオランダ改革派、ロバート・プルインであった。草壁太郎は、 卒業を前にして、結核で亡くなってしまい、その墓は、今もニューブランズウィックにある。後に、草壁の恩師であるグリフィスは、草壁の出身地である、福井藩の藩校で教鞭をとる。そのような関係から、今も福井市とニューブランズウィック市は、姉妹都市となっている。ラトガーズ大学は、上記休校のうち、ランドグラント大学を経て、修立大学となった。 唯一の大学である。1989年からは北米に今する62校の優れた研究大学で構成されるアメリカ大学協会に所属する。2014年にはビッグテンカンファレンスに招待されその正式メンバーとなった。同年、教育コンソーシアムの一つである CIC、コミュニティオンインスティテューショナルコパーションにも参加している。 生徒の人種構成が多様である。内訳は以下の通り。白人45.2%、アジア系アメリカ人20.2%、ヒスパニック11.7%、黒人10.2%、留学生6.3%、その他7%。大学本部はニューブランズウィックに置かれており、隣接する州ニューヨークのマンハッタンから電車。 ニュージャージートランジットで50分ほどである。州立大学のため一般的な名門私立大学と比較すると授業料は安いが、州外から入学する学生の授業料は高く設定されており、授業料だけで年間約2万8千ドルである。卒業生に、ミルトン・フリードマン、1976年、ノーベル経済学賞受賞や、セルマン・ワックスマン、1952年、 ノーベル生理学、医学賞受賞がいる。以下は、本部ニューブランズウィック校と同校に設置されている、各学部、研究課程専門大学院のランキングである。さらに、ニューアークキャンパスには、行政大学院及び、法科大学院などの専門大学院が設置されている。その他大学研究施設の全米ランキングにおいては、哲学、地質学、地理学、 言語学、芸術史、経営工学、比較文学などが挙げられる。ウォールストリートテクノロジーによれば、ビジネススクール内に設置されている。スーリーファイナンスの修士プログラムは、全米で7位と評価され、前後には、プリンストン大学と、スタンフォード大学がランクされている。スクールカラーは、スカーレット、ヒーロー、または赤。チーム名は、ラトガース・スカーレット・ナイツ。 ラトガーズ・スカレット・ナイツ。2006年時点でアメリカンフットボール、男女サッカー、フィールドホッケー、女子バレーボール、女子バスケットボールなどのチームが優秀な成績を収めている。ビッグ・イースト・カンファレンスに属していたが、2014年から新しくビッグテン・カンファレンスに移籍することになった。ピスカ・ダ・ウェイにあるアメリカンフットボールのスタジアムは改築後5万人を、 収容する。IB リーグの前身となった4校によるスポーツリーグに加盟していた。ちなみにこの4校リーグは、ラトガース大学、コロンビア大学、プリンストン大学、およびイエール大学で、設立は1876年11月に遡る。古べき幕末、明治の米国留学、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。